道の駅どんぐりの里稲部は愛知県豊田市部節町張原にある国道153号の道の駅である。日帰り入浴施設を併設する。施設内に稲部温泉、どんぐりの湯がある。どんぐりの湯米の粉が入ったパンや稲部町特産である朝、紫という古代米を混ぜて炊いた山菜おこわなどが人気の商品。他にも五平餅や手作りアイスクリーム。 近隣の特産品などが取り扱われている。国道153号と国道257号が交わる稲部町交差点から約500メートル西に向かった場所にある地域活性化の拠点を形成する重点、道の駅を選定しました。国土交通省2015年12月21日閲覧。アスケまでは名鉄豊田線豊田市駅。 名鉄名古屋本線東岡崎駅より名鉄バスが利用可能。稲部、アス線はマナコやトカなどの IC カードが使用可能だが、快速稲部は IC カードが使用不可である。田口までは JR 飯田線本流しの駅、新城駅より豊か鉄バスが利用可能。押山までは名治鉄道名治線岩村駅より江那市自主運行バスが 利用家の稲部温泉に関するカテゴリー、ありがとうございます。